2020明治安田生命 J3 リーグ開幕戦、 FC 岐阜対 FC 今治の一戦。ショートコーナーから中に入れてスラッシュボール、シュートは笛が鳴っています。シュートには持っていきましたが、その前のところでしょうか。一旦ボールを戻します。ポマノのところです。ポマノからアーリークロスの形、ヘディング、点で合わせていったが、ゴールキーパー松本が阻みました。最後ヘディングはチョンハンチョルでしょうか。ディフェンダーのチョンハンチョルが点で合わせていきました。決定的なシーン。もう一度今治ボール、中に放り込んでくる。松本パンチング、胸で押さえてシュートは、ゴールキーパー弾いている、シュートはどうか。三度コーナーキックです。今度はファーサイド側、ボレーはもう一度シュート、エリアの外からダイレクトシュート。これは大きく吹かしてしまいました。ようやく、さあ前に渡った、富樫自分で行く、エリアの中からファーサイド、ヘディングはどうか。これはディフェンスが対応したということでコーナーキックの判定です。 FC 岐阜先制点のチャンス。ヘディングはどうか、終業を掴んでいます。FC 岐阜対 FC 今治、後半の45分が始まりました。ニアサイドシュート、ゴールキーパー松本よく守りました。完全に枠を捉えていたそのシュート、出場しています。かなり前がかり。さあここは原田、シュートはここも松本、原田のシュートも見事、左足で非常にいいシュートを放ちました。さあここはどうか、シュートはどうか、クロスバー跳ね返ったボール、シュート、なんとか守りきった今治。エリアのすぐ中に入ったところから、おそらくディフェンスに当たっていたでしょうか。カーブのかかった弾道。もうアディショナルタイム目安の4分過ぎています。そして今試合終了の笛。2020明治安田生命 J3 リーグの開幕戦、 FC 岐阜対 FC 今治。